今あったんだ。どうも。おはようございます。おはようございます。今日は新潟の宝生丸さんに来ておりまして、ちょっと見ての通りアスパラのカレーでございます。はい。あ、どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、一応今日ご飯が5キロ、で具材が3キロ。カレーが2キロ、合計10キロを超えたって言ってました。超えたん超えたって言ってました。超えたんだ、はい、で、まあ、ちょっと同じものをマックさんと僕2人で、まあ、合計20キロ以上ってことですね。はい。はい。をいただきたいと思います。で、今日はマックさん以外にもチーム E の皆さんと来ておりますので、まあ、もし完食ができなかった場合でも、はい、最後まで皆さんと美味しくいただきたいと思っておりますので、ご安心いただければと思います。いただきます。マヨネーズもうまく感じて分かるでしょ、うん、こんにちは。うん、あ、いた。
ただいてます、ごちそうします。めちゃくちゃ美味しいです。やばいっすよ、アスパラ。10キロじゃなかったみたいです。12キロあるみたいです。24キロ、24キロでございます。確定的に。はい。めちゃめちゃ僕イクラ昔苦手で食えなかったけど、美味しいイクラ食べて食べれるようになったみたいな感じ。きっかけみたいなね、美味しい。アスパラとグリーンのえぐみとか苦みが一切ないですもん。アスパラね、ぜひこの時期がもう最後らしいんで、旬の時期。新葉葉っぱって書いて芝ってことですね。そうです。新葉っぱ。波も頼んで、もうサービスで落ちます。太さも倍ぐらいあるじゃないですか。これが太っ腹。これ柔らかいんですか。もう柔らかいですね。
いやー、どうしよう、どっちかカレーがあるんですよ、まだルーが残ってますからね。こことこね、こことここがきついし、いや、カレーカレーはめっちゃいいことですね。これはいいですね、これでもね、ここでルー使っちゃうとこれがきついんで、でもこれ先行っちゃうとペースが乱れて食えなくなるパターンもあるんですよ。すごいね。なんかめんどくさいな。ぶっかけちゃうか。豪快。うわ。さあ、来ました、ぶっかけ。もう全部いっちゃうね。あ、全部乗っちゃいました。簡単ですね。さらにあるのを全部食べればいい。このバランスはきついな。揚げ物はやっぱきついから先に処理するっていう作戦ですか。何も考えてない。何も考えてないんだ。バランスよく。こっちはまだフルで残ってるんで。ちょっと待って。
ー